サッカー日本代表合宿7日、東京都内、東アジア E1 選手権に向けた男子の合宿4日目。大会参加4カ国の監督が記者会見に臨み、日本代表のバヒド・ハリルホジッチ監督、65、が余裕の表情を見せた。夕方から冒頭15分以降を非公開とした練習を約2時間行い、戦術練習などを行った。また、女子は8日に開幕し、日本代表、なでしこジャパンは韓国と対戦する。サンケイスポーツ、ドタバタ招集が波紋を広げた。離脱した MF 清武に代えて招集した FW 土井、ハリルホジッチ監督がこう暴露した。彼は結婚式を準備していたようで、喜びを少し邪魔してしまう。だが、これが誤報だった。土井は札幌で鹿島選手会の納会に参加。この日朝に招集の一報を受け、昼の便で急いで東京に戻った。羽田空港から練習場へ直行。クラブ関係者がスパイクを急遽持参したほどだった。確かに土井は今年6月に一般女性との婚姻届を提出。その後は多忙なシーズンを送った。土井が寒冷地から帰郷するとの情報を得た指揮官は、でも、式は取りやめなくてもいい、と実家のある山形に戻っていたものと勘違いしたようだ。これには土井も、間違った情報なので何とも言えない、と苦笑いするしかなかった。それ以外でも指揮官はご機嫌だった。練習前の監督合同会見では、日本に来てくれて嬉しい。皆さん、日本を楽しんでいい大会にしましょう、と挨拶。参加4カ国中、日本は FIFA ランク最上位、55位、で心の余裕もあるのか。2大会ぶりの優勝と W 杯に向けた国内組の選考という意味合いが強いが、ホスト国の監督という立場に気分も高揚していた。続きを読む。